チッスチッスチッス、こんにちは。前回動画のですね LED ライトの配線のですね動画から完全に、足りなかったですね配線をですねコードを買ってきてもうつなぎ合わせました。なので今日はどのようにつないだかと実際にですね、今夕方ですけども暗くなってちょっと田んぼの方で、実際につけてみてどのくらい明るいかどのくらい作業しやすいかというのをですね、撮っていきたいと思います。しょ、それでは一回出そうかな。ちょっと一回出しますかね。よいしょ。よし、はい、それではちょっと説明していきます。実際に、LED ライトバーですね、このような感じでついております。がっちりしてます。これは安全フレームをですね開けたりするので、ちょっと角度が変わりますけども、その角度の調整をですねこの六角棒の緩めれば簡単にこう角度が変えれますのでそこは問題ありません。で、配線、前回動画ですね、この下までですね、見えるかな、見えるかな、これだ、これですね、ここら辺まで来てましたけども 1m ほど足りません、足りなかったのでコルゲートチューブ、こちらをですね、購入しまして、中に足りなかった配線スピーカーコード、スピーカーコードの赤黒ですねの 0.1 ミリを1メーター50センチほど150センチですね、購入いたしまして、こちらの届かなかった線、結び、結束してですね、こちらのコードにですね何だったっけ、あれは擬保子端子差し込むようについてたんですけども、それを切りまして、直の導線になるのかなを向き、外側のですね、皮膚の部分を向いて、買ってきたスピーカーコードと直接結んで、ビニールテープで、保護してこの中に突っ込んでおります。そしてこれがどのように入ってるかと言いますと、下からこんな感じですね、このタイヤのですね、フレームなんていうかわからないです、タイヤの内側のにある鉄板と、このトラクターのフレームですねの間がちょうど空いてましたので、ここの間にスポッとはまりましたので、ここにはめてって、後ろの方に、回しております。で後ろの方行ってみようか、よいしょ、だだだだ、で後ろが、こんな感じで、ここからこれはブレーキランプのですねコルゲート、こっちが LED、ライトの方につながっているコードになります。これも直接
よいしょ、こちらですね、安全フレームの方の中の方に、通しまして、 LED 本体から出ているコードと先ほどのスピーカーコードをこちらも同じように、結束結びまして、ビニールテープで保護して、コルゲートチューブの方に入れました。で、つなげました。実際ですね、つくかどうかなんですけども、今日の夜ちょっと田んぼの方に持って行ってどのくらい明るいかというのをですねつけてみたいと思います。はい、こんな感じギラギラしております。よし、それでは夜を待ちましょう。はい、日が暮れました。暗くなりましたね。さあ、どのくらい明るいかですね、ちょっと試してみたいと思います。私もちょっと初めて、昼間はですね、つくか、どうかですね、つけてみたんですけども、この日が暮れて暗くなった状態でつけるのは初めてなので、どのくらい明るいかですね、ちょっと楽しみなところです。一番星、午後7時回ったところですね。よし、よいしょ。ここでちょっとつけましょうかね。分かりやすくするためにライトを消しておきましょう。下のスイッチを入れます。よいしょ、はい、こんな感じで明るいね。めちゃくちゃ明るいね。角度変えてですね、近い場所照らしたり、もうちょっと遠く照らしたりできますね。結構夜、作業するにはめちゃくちゃ明るいと思います。横もそれだけだ、結構見えるな。幅20メーターぐらいは見えてます。はい、前はですねヘッドライトで十分対応できますので、で、いい感じに、いい感じじゃないかな。はい、つけて正解ですね。まあ夜、私たち、まあそんなに田んぼも広くないし、ですね、夜することはまずあんまりないんですけど、あと1時間できると終わってしまうのになっていうことが多々ありますので、まあ、暗くなってできなかった時ですね、これがつくことによって、まあ、あと1時間作業して、霧のいいところまで、できるということになりました。この商品、ちょっとおさらいで、ちょっと紹介しますね。LED、ライトバーがですね、スカイワールドっていうメーカーの、32インチの
6000だったかな、6000ケルビンのやつを買いました。あ、まあ、32インチ以外にですね、22インチ、24インチ、50インチ、52インチっていうサイズがありますので、まあ、トラクター、まあ、車に合わせてですね、サイズは選んでもらうといいのかなと思います。フレームなんちゃら、まあ、ちょっと出しておきますっていうところかなの一等用ですね。こちらが、ライト用リレーハーネス、フォグランプスイッチ付きですね。一等用、こちらの価格が1680円。さっきの、ライト LED のライトバーはちょっと待って5899円、合わせまして、1000、6000、7000円、まあ、1万円しないぐらいで、購入できました。またあの配線だったりですね、あれはスピーカーコード、あれは、1m50 で200円しなかったと思います。それと L のステーとボルトナットとかコザコザ合わせましても2000円しなかったかなぐらいですので、まあ、1万円内で、揃ったのかなと思います。うん、そんなに高くない、買い物でしたので、非常に、満足しております。結構な範囲で、見れますので、今からちょっと夜時間があって体力的にもできるという時には活用していきたいと思います。2部にわたって、お伝えしてきましたけども、もし興味がある方、また夜ですね、作業したいとか、また車、アウトドアとかにも、使えますので、まあ、つけてる人もたまにいますけども、つけたいという方は参考にしていただけたらなと思っております。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今からまたトマトの定食が入り、阿蘇高原トマトをですね、の出荷に向けて、一生懸命頑張っていきますので、またトマト栽培、興味のある方もチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは帰って、お風呂入って、ウイスキー飲んで寝ます。それではご視聴ありがとうございました。